はい、皆さんこんにちは。どうもサムデニーロこと青山治です。今回はお知らせが2点あります。1点は、吉村浩一さんを、相手取った裁判公判日が決まりました。第1回公判日は、7月の10日月曜日、午前10時20分です。場所は大阪地方裁判所です。事件番号はですね、大阪地方裁判所、令和5年、括弧は、第4475番、損害賠償請求事件です。ご興味のある方はね、ぜひ、傍聴に来てくださいませ。で、もう一点。私は、今まで、私の、交通事故による脳の、損傷に対して、私が強がりなゆえ、また人の哀れみを買うのが嫌でね、隠してましたけども、実は、正式な病名を言いますと、未満性軸索損傷という、脳の疾患を患っております。それで、この脳の障害は、有効な治療法が確立してなくてね。簡単に言うたら、治しようがない障害なんですよ。一生治らない。そういうものを私は背負っております。そして、死亡率は 60%。ひどくなると死んでしまうという、そういう身の状態です。それとですね、私は吉村浩一さんがあれだけ拡散した泥棒万引き、恐喝、ゆすりたかり、で19歳の女の子にストーカーなど一切しておりません、のでね、そこのとこよろしくってことなんでね、今回簡単ですけども、2点の報告ということで、公判日が決まったということね。ね、私の脳の損傷、事故による脳の損傷。一生治らない、治しようのないものなんです。それを吉村浩一さんは、嘘だ、詐欺だと言ったんですから。拡散したんですから。それ相応の責任はきっちり取ってもらいますんで。皆さん、以上です。よろしく。